ただいまより JPW タイトルマッチ調印式を行います。まずはチャレンジャーゴルゲン選手、一言抱負をお願いします。関西出身の芸人さんなんかが、西の方で活躍してね、東に進出するっていうのはよくある話なんですけど、最近は割とジャンバリの方でもね、そういう流れがあるようでして、おいテコンドー話しかけんじゃねえよ、お前家賃25万ってなんだよ、嘘だろお前、関係ねえだろ、関係ねえだろ、やりすぎだろ、いくら関係ねえだろ、お前調子乗ってんじゃねえのか、俺は引っ越さねえよ、おい東京で、俺は引っ越さねえよ、俺は引っ越さねえよ、家賃25万って東京から見えんのか、そっから、うるせえバカ、話しかけんじゃねえよ、おサントス、関係ねえ話をすんな、おいサントス、お前の家賃言ってやれ、ああお前の家賃言ってやれ、言ってやろうか、実家だよ、おいやってやれよ、おいやってやれ、おいいい加減にしろ、ほんとおい貸せちょっと、おいおい、お前なんかあるらしいな、業界で一番モテるだの、イケメンなの、なんかチヤホヤされてるらしいじゃねえかよ、言っとけどな、俺らはな、チャンピオンの証であるこのマスクを取れないだけだって、これ取ったらまあトレンディーだから、そうだぞお前、うちのサントス、お前前がマスク取ってな、お前天竜さんか、うるせえバカ、うるせえバカ、うちのサントスはマイクと、まあ、マイクじゃねえよ、マスク取って、何言ってんだお前、ちゃんと言えよ、うるせえバカ、マスク取ってな、相席が行ったらな、二十歳の女にな、殺すぞって言われるんだぞ、言うな、お前それがどこが取れねえだよ、お前それぐらい男前だよ、関係ない話をすんなよ、おい持ってってやろう、おいだからボリビア人にしか相手されねえんだろ、お前なんで知ってんだお前は、まずお前ボリビア人とかタイ人とか、だから外人とばっかやってんじゃねえぞ、好きでやったんじゃないんだよ、周りがそうさせただけだ、最低だなお前、すげえたまたまなんかその2人が出会っちゃったんだよ、たまたま会ってやるってな出会っちゃったんだからそれはいいだろ、悪かすんだよ、出会っちゃったもん、たまたま出会っちゃったってなんだって、そういうもんだろ、こいってこいってそういうもんだろ、おいてめえ、ぶっついなこと、ぶっついな、ああごめんすまんな、あいつ童貞だ、あいつ俺と一緒に童貞だ、なんとなく分かってた、俺と一緒に童貞だよこいつ、男前ながらモテてるって俺たちが勘違いさせる、なんとなく分かってた、俺てめえセックスしたことあるのか、あんに決まってんだろ、どこに何を入れるのか言ってみろ、どこに何入れるってめえ入れんだよ、何言ってんだお前、あいつお前何言ってんだお前、帰れよお前、そんなあんなことしないんだよ、帰れてめえよ、童貞はあれだな、なんかこういう場合になったらなんか変になんか強がってさ、まあ大体そう、弱い童貞ほどよく吠えるってもんだ、ああそうそうそう、うん、弱い童貞ほどよく吠える、弱い童貞ほどよく吠えるってもんだ、おい童貞言ってやれ、本当の童貞、本当の童貞言ってやれよ、おいうんじゃねえよてめえ、とりあえずな、今日俺たち負けたら他の番組でも多媒体でも諸角ゲンズブール童貞ですって自己紹介の時言いやがれ、おいいよ、分かったな、その代わり俺が勝ったらてめえ東京来んじゃねえぞ、おお、なんでもいいよ、なんでも25万は早いんだよ、なんでも聞いてやるよ、てめえの、てめえの願い叶えてやるよな、そういう勝負だよ、お前負けたらずっと童貞だからな、これから自己紹介は、おそういう場面になってもてめえやっちゃいけねえからな、自己紹介がずっと童貞ってなんだよ、童貞って自己紹介しろよ、童貞済みゲンズブールって言えよ、おう童貞済みだ、童貞済みだ、お前童貞済みゲンズブールだ、お前童貞済みだ、おいそれで童貞で伝わんのかじゃ、ちゃんまり見てない人たち、童貞済み、童貞済み、童貞剣って名乗りゃいいわこれから、童貞剣か、童貞剣、童貞剣、おう受けてやるよ、すっごいやるよ、おい何でもいいよ、とりあえずてめえの墓場にな、今日俺たちのクソ塗りたくってやるからな、覚えとけ、まあ、つまりこういうことだ、今回は童貞デスマッチってことだな、お前ら全員童貞なんだからな、今回は童貞デスマッチだよ、まあ、俺は童貞じゃねえけど、うそだろお前、ふざけるなよ、おい、おい、いいだろお前、ふざけるなよ、童貞のお前、童貞のお前、童貞のお前、今日並び順だな、おい、おいなんでてめえ、おいチャンピオンでもねえのに俺たちの俺後に入ってくんだ先行けよ、お前、いや、このまま行け、先行けよ、先だろ、言うでしょ、先行けよ、この野郎、なんだ、あいつは何切れだよ、おふざけんなよ、これがチャンピオンのあれだろ、なあ
何だてめえ、言うならちゃんと言え。あれだろうがよ、おいてめえ正月サビんだよ、正月ボケか、おいサビんだよ、ふざけんじゃねえぞ、お前いい加減カメラ慣れろ言うな。このテンションがオープニングからだったら、まあ確かにきついわ。おい、寒いときはスクワットだ、スクワットしとけ。お前今やるスクワットしとけ、おい体温めとけ。お前今やる必要なんだよ、体温めとけ。おいお願いします。何やってんだてめえ。おいおはようございます、よろしくお願いします。そろそろあいつ帰ろう、俺のパートだから。さっきから指刺されんだよ。うるせえよてめえ、さっきから指刺されんだよ。なんだいいだろ今日。おてめえ何打つんだ、何打つんだてめえ今日。そんな言わなきゃいけねえんだよ。俺は一番な共闘だろうがてめえ。おい好きなら打たせろよ。打つんじゃねえぞ。おいだけよ、おジャグラー行け、ジャグラー。おはようございます。お、やっぱジャグラー早いっすね。さすが北電子のお店や。半分ぐらいジャグラー行ってますよ多分。まあでもプロレスですからね、そんななんか破壊力のない台を打ってもしゃあないんで。まあじゃあ一番目立つとこ行きますか、凱旋のね、ベタですけど円形島になってんでね。お上に来たぞ、おい下パンパンなの、上はガラガラだ、おいやりたい放題だぞ俺たちは。なあ、なんだ、おい、なんだあいつは、おい退散者でもないのに、なんだてめえよ、おいなんだてめえよ、おい死ねよ、どけよ、おらどけよ、おい邪魔、おい邪魔だ、おい気持ち悪い、なんだあの気持ち悪いやつは、考えられねえよ、おいあいつはなんだ、おい気持ち悪い、あんな格好でホールに来んだっつっとけよ、おいてめえ、おいなんだおい、変なやつばっかり湧いて出てきてるじゃねえか、ふざけんじゃねえぞ。おお、島今回はな俺狙い台があるから、こいつだこいつだ、肛門邪魔だこいつって言ってやろう。今回の競技はこいつだ、こいつでもろげん、もろずみゲンズブールぶち殺してやる。おい見とけ、ちょっとサントさん、あいつあいつどこだ、おいあいつあれか、金がなさすぎて、おいジャグラー行ったかなあ、2階か、2階の様子見てやろう。おいいいじゃないか、おいセンスあるな、おい昭和のプロレスみてえじゃねえかな、あいいと思うぞ、おいこういうの TR ツアー上がってるよなあ。あいつどこだ、おいジャグラの島にいるか、おいおいてめえさっさとざっくり見ろ、おいおい探してこいよ、お前てめえ二人で。おいあいつどこだ、おいおいあいつなんでいねえんだ、おいどこ行きやがった、おいてめえ視界に入んじゃねえよ、おい気持ち悪いな、おいヘドが出るぜ、おいなんであいつはいねえんだ、おいどこ行きやがったあのバカ野郎。おいてめえ、なんだよ、おい何やってんだ、おいおい何やってんだ、おいてめえ見りゃ分かんだ、おいなんだ、おい餃子の王将だよ、分かってるわ、おいてめえ何やってんだ、おいなんでこんな持ってんだ、おい俺なりの立ち回りだよ、おいおい立てこら、俺なりの差し回りだよ、お何やってんだ、おい見りゃ分かんだろ、餃子の場所だよ、なんでお前てめえ、スロット打たねえんだ、おい何やろ、俺は羽物でな、ドカンと一発出して帰るんだ、俺は羽物じゃねえぞ、おい間違ってんじゃん、そうだよ、おい何やってんだろうがよ、俺はなんでこんなもん行くんだ、てめえ、おいビビってんのか、ビビってねえ、俺はビビってねえからこそ餃子の場所に行ってんだよ、おい、あの色男にビビってんのか、おいてめえ俺があんなやつにビビるわけねえだろうがよ、あいつのケツはないな、てめえの指突っ込んで前立腺かだよ、いらっしゃったらいいんだよ、お前それとお前関係ねえだろ、お前その話は、うるせえだろ、お前てめえ諸積みのケツは指突っ込んだろ、お前ハンドルが汚れるだろうが、お前関係ねえだろ、お前手汚れたってお前ハンドル回したっていいだろうが、他の客のことを考えろ、俺たちプロレスラーは俺たちはあくまでヒールだ、ヒールだけど一般の人には迷惑かけない、それは履き違いんじゃねえぞ、まあ、今日やけにモラルあんな、おいそうだ当たり前だろうが、お前そのモラルをな俺に対する暴力にちょっと分けてくれ、うるせえ、ふざけんじゃねえぞ、おいお前モラル、おいごめん
あ、見とけよ、おい。やめろ。あ、見とけよ、おい。あ、嘘だろ。やめろ。おい。お前。やめろ。おい、レフリー。レフリー。正月の間にな。お前、レフリー。正月の間にな。お前、新しい技をな。見とけよ、おい。おい、レフリー。おい。おい、おい。エブラレフリー、どうだおい、おいレフリーレフリー、おいてめえ何打つんだ、わかったよ、何打つんだ、スロット打つから、スロット何打つんだ、わかった、外線打つから、外線か、おい外線、外線打つんだよ、わかったから話してくれ、おい王将も二度と打たねえな、二度と打たねえから、わからへんよ、おいおいさっさと蹴ろ、おい俺の目の前から、俺の目が黒いし、さっさと蹴るろ、おい、分かった、ただな、ただな、なんだ、おい、あと5玉くらい残ってるから、それだけ出してくれ、うるさい、捨てていけ、おい、早く行け、お前、捨てていけ、おい、おい、な、なんだ、あいつケツの穴の小さい野郎だな、おい、なんだ、あいつは、こんなだ、天気のいい朝っぱらから、まだ喧嘩か、気分が悪いよ、おい、茶化すんじゃねえって何べんも言ってるだろう、うん、すいません、ふざけんじゃねえぞ、おい、どこ行くんですか、吉田さん、なんだ、どこ行くんですか、今日な、ちょっとな、病院決まってんだろうが、先に、あ、病院でどっか悪いんですか、いや今日な、ちょっと朝起きたらな、朝起きてしょんべん行ったらな、チンコの先がいてんだよ、性病じゃん、性病じゃない、で なんか海みてえのが出てきやがったんだ、性病じゃないですかそれ、だから病院なんだよ、てめえ童貞って言ってたろうが、うるせえバカ、おい、なんで性病なってんだよてめえ、そういうこともあるだろう、てめえなったことないよ、てめえ童貞だろうが、嘘じゃねえぞ、おいカメラ置け、そういうことあるで、どういうことだ、カメラ置け、おい、そういうこともあるだろう、おい、歯医者だろうが、あれ、うるせえ、医者だったら一緒だ、おい、イソジン塗っときゃいいんだよ、おい、イソジンあるだろう、おいバカ、てめえ歯医者でどうやって性病治すんだよ、うるせえ、おい、それ知ったことじゃねえよ、おい、ふざけんなよ、おい、ふざけ、おい、オッケー、おい、てめえ、なんでてめえ、おい、これふざけんじゃねえぞ、おい、ふざけんなよ、おい、てめえ、ふざけんじゃねえ、おい、待てこら、おい、待てこら、ふざけんなよ、おい、ふざけんなよ、おい、さあ、では実践開始です、僕は凱旋からスタートです。今のジャグラーシリーズの次にこの凱旋が台数が多いんでね、で、まあ、フロアがパスロコーナー2階3階と分かれてるんですけども、この3階にあるのが、まあ、この凱旋なわけですよ、で上がってすぐにこうやって設置してあるんで、まあ、台数もさることながらその設置場所から見てまあまあ力は入ってんのかなということで凱旋スタートです。3V0、朝から風が吹きまくってるんで、もしかしたら、まあ、そこそこのモードにいるかもしれないですね。ただリプレイで、ああま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 あ、やっぱ天国ジュームぐらいにはいそうです。外れで風、あと右上がりで風だったんで、モードアップ確定ではないという状況の中どうなってるかと、おー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 おお、まあリプレイで風じゃないんでね、上がってるかどうかわかりませんけども。ただまあここまで風が出て現在が天国準備ぐらいってことは、まあ朝一はおそらく通常あたりからのスタートだったんでしょうね。あれ、まだ天国準備いんのかな、多分一回落ちてると思うんですよね。今96ゲームなんですけど、朝一まあ割と風が吹いてなんやかんや引いて天国準備にはいるかなという出目が出た後は結構静かだったんで、一回落ちてまた上がった可能性がありますね。ということであいつがうるせえから、もう角の凱旋仕方なく来たから、もうとりあえず今日はこれをします。あいつはねモラルないよ、あんなねちょっとねパチンコ打ったぐらいで、あんな関節決めてくるなんてもう考えらんないよ。まあでもいいんだよ、まあ凱旋の角でこれだけ目立つ位置で、しかも真後ろにはな
モロゲンの野郎がいるから、まああいつの状況も見れるし、まあもしあいつがなんか熱いの引きそうになったら、もう俺がもう目の前でペナルティかましてやるから、今日はもうそういう立ち回りでやっていこうと思ってるんでね。おーいおいおいおい、一発目よ、一発目のチャンスボタンよ。もう関係ないからね、俺もう空気とか流れとか関係ないから、もう揃えちゃうから。で第一選手止めてわーとか騒がないから、俺もうどんどんどん行っちゃうから、いいぞ。は？はい？おい、なんだよ、これ、おい、おい、なんだよ、これ、これ、なんだよ、なんだよ、今の激アツ、強チャンス目でもなんでもないじゃねえか、おい、朝一24ゲーム、おい、これ、これ、どうなってんだ、このクソだよ、ほんとよ、クソだよ、だな、これ。なんなんだよ、おい、ちょっとこの台はもうさっきの見てもらったら分かると思うけど、もうないな、うん、もう分かるよ、もうこの時点でも設定ないよ、うん、だからちょっと台変えます、ちょっと移動します。よーし、 JBW、4回目の防衛戦だな。うん、こちら肛門ちゃま勝つ。今回俺たちに許された狂気はこれだ。行くぞ。まあな、俺はこの台あんま知らねえんだよ。初打ちでフリーズ引いて5000枚ぐらい出て、でまあそれからな、いい思い出で終わらせようかなと思ってこいつ打ってなかったんだけど、まあ意外にというか、なんというか、まあ息の長い騎士だな。しかし、なんだあのサントさ、なんであいつパチンコなんか行ってやがったんだ。前回長い、前回はゴスロでなスタートして、ふざけんじゃねえよ、ほんとあいつはな、ちょっと天狗になってんだ最近。防衛がな、こう順調に進んでるから手抜いてもいいと思ってやがんだ、あいつは。ふざけんじゃねえぞ。まあ今のところこのフロアはまあ信頼は結構埋まってはきてはいるんだけど、まあある程度まだ選べる状態ではあるからこそ、ここはじゃあ直接対決できますか。じゃあもう俺が目の前でもうぶっ潰してやるから、もう関係ないから、もうさっとやっちゃうから。え、おい、なんだよこいつ、おい、なんだよこいつよ、おい、なんか、おい、耳栓もしてるしよ、おい、こいつ何なんだよ、おい、さっきから、おい、こいつは反抗的だろ、おい、この挑戦者、おい、何なんだよ、おい、こいつなこいつ、ほんとクールな顔してるけどな、最低なやつだぞ、おい、じゃあこっちから撃ってやるよ、ほんとよ、もう関係ねえんだろ、おい、こいつ何なんだよ、おい、こいつさっきからよ、おい、やって、おい、こいつしかもよ、な、お前なんか喋れよ、お前、せめて絡めよ、お前、これはひでえじゃねえか、いくらなんでも。2枚目あります。やってるから俺もう関係ねえから、俺もここで撃ってやっからよ、もう関係、おい、おい、そりゃひどすぎんじゃねえか、おい、いくらなんだよ、お前よ、もうちょっと絡んでくれるって話だったじゃねえかよ、そりゃひでえんじゃねえか、おい、朝のお前言ってくれたら何だったんだよ、お前頑張ってツイッターのフォロワー数増やせよって言ってくれたじゃねえか、お前、おい、お前な、この動画ら知ってるか、なあ、10万回再生されてんだよ、10万回以上で、俺のフォロワー数500人だぞ、お前、今日朝見たけど、どんなだよ、お前、その状況でお前1000人超えたら絡んでやるよ、聞いた今、1000人超えたら絡んでやるよ、だって俺今日こいつのツイッターに
殺害予告やってるからもう関係ねえから、もうこいつそういうやつだよ。もう切れた、お俺切れたぞ、俺切れたぞ、もう関係ねえよ、もう 1% でいいからフォローしろよな、10万人の 1% な、それでいいんだからよな、フォローしろよ、分かってんだろ、仕事ねえんだよ、仕事ねえんだよお前なあ、毎日毎日乗る道軍団によお前こき使われて、お前ふざけんなってだお前だけよ。おおやるじゃねえか、おい100だ、おいもうすぐ溜まるぞ、いるのだぞ、なんだおい311点溜まりやがったぞ、まあいいや、ミドルレット101ゲームだ。ここでジャックシェリー発展、チャンスあったねえの、拙者の足元にも及ばん、外れやがったおい、ちょっととりあえずおサントスないわ、聞きに行ってくる。おっと数字はなし、中断機なら、いやもしかしたら天国準備ぐらいにはいるかもなというところだったんで、今ので天国上がってくれてればいいですけどね、だ最低でも通常にはいたと思います。で通常にいたらいたで中断機ならでね、 GG 直撃する可能性もそこそこあるんで、4分の1から3分の1ぐらいだったかな。これはとりあえず向こう30ゲームぐらいは要注目ですねと言っとりましたらば、ブラックホールこれ1回で終わんなかったらあるぞ。あ終わったかってことは天国準備以上ですね、とりあえず中段キナナを引くまでは通常にいて、で残念ながら GG は直撃せず、いやなくない、なくはない、なくはない、 GG は直撃せずに準備に上がったパターンかなと思っておりましたけども、若干ざわざわしております。あるぞ、準備止まりかな、おう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 、もう一丁あきゃ、これはもらったろ、8ゲームです。投資が15本、750枚。おら見たか、言わせてもらうけど、そっちの台ずっと見てたけど、その台やめた方がいいよ、設定ない、俺もうずっと見てたから分かるけど、設定ないよそれ、根拠を言えよ、だブラックホールで外れてたでしょ、もう大体ないからそれも設定分かるから、そんなん全部外れるだろう、1回ぐらいはやめた方がいいよそれも、じゃあやめんのかブラックホールが外れたら、俺ブラックホール出たらすぐやめてくれよ、俺は絶対だぞ、やめてやるよ、俺もう関係ねえよ、どんな状況でも1回で外れて天国人 B 賞でも絶対やめてやるよ、やめろよ、お前この台お前もじゃあやめろよ、なんでだよ、当たり前だろお前、俺だってブラックホール出てやめんだから、お前だってやめろよ、なんでお前の理論に近いからやめんだよ、全然同じ声やろ、おい、なんでお前来いよ、おい、やけにお前、おい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 、何やってんの、何やってんの、てめえら、おい、何やったんだ、おい、
何があったの？おい、何だ何だ？こいつよ、おう、こいつよ、自分があったとさ、俺に切れてきたよ、逃げられぞ。おい、ダメ、ふざけんじゃねえぞ。おい、おい、暴力はやめろ。おい、暴力はやめろ。何したのか。お、俺たちプロレス、なんかいいっすわ。俺たち、なんであれ、お、なんだと。お前ら三人がかりかよ。うるさいバカ野郎。お前一人寄ってやってよ。お、なんだあいつは、なんであんな暴力振るってくるんだよ。こいつは急によ、もう人が変わったかのようによ、表現していきなりドロップキックしてきやがった。こんな時に前切れてんじゃねえよ。大丈夫ですお前巣に戻ってんじゃねえよ。おい、仕方ねえだろ。マイクがどうとかって言われたんだからびっくりしたんだよ。一回切れた急に暴力多いよ。何なんだよ。何なんだよお前よ。おい、ちいち急に人が変わったからよりよ。おい、ふざけんじゃねえぞ。うちのサード何やってんだ。おい、おてめえやり返したのか。えやってやろう。やり返したのか。おいおいおい、助かるお前。こいつよ。おい、何やってんだ。立てよ、こら。おい、おし、おい、行ったやろ。おい、おい、サード絶対やろ。おい、お前ちょっとやろ。おい、お前、おい、お前、おい、お前、おい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 、もういい、もういい、許してやるよ。やられたら俺じゃねえか。もういい、もういい、なんだおい、勘弁してやる。やられっぱなしでいいのか。お前のこと勘弁してやるから。おい、やられっぱなしでいいのか、てめえ。あのままで、もういい、許してやる。あのままでいいのか。おい、後ろから開けたぞ。おい、行ってやれ。もう許してやる。おい、行ってやれ。おい、もう許して。おい、後ろから開けた。もういい、後ろから開けた。もういい、もういい。やってやったぞ、やってやった、最後に。よくやったよ、サントス。マジで許してやろう。サントス、よくやったよ。おめえ、よくやったよ。これがチャンピオンだよ。てめえがチャンピオンだよな。これがチャンピオンだよな。だから俺たちはスロットで戦う選手だ。当たり前だよ。おい、あいつ何勘違いしてんぞ。あいつ、あいつよ、勝負分かってねえよ。あいつ、俺たちはな、喧嘩しに来てるわけじゃねえんだよ。あいつ、行かれてんだよ。男前で爽やかだろ。どうせな、昨晩な、クラブとか行ってよ、マジクマッシュルームでも食ってきやがったんだ。あいつはそういうやつだよ。あいつはそういうやつだ。あいつおかしいんだからな。マジクマッシュルームで頭いかれてんだ。あいつ損じゃってんだからな。だからな、ちょっと気をつけろよ。なやってやるよ。行ってやるよ、行ってやる。このね、カメラを見てる前の、みんな、あとこれね、番組を考えたとか、演出構成、そういうね、スタッフとかにも言いたい、限度があるな。前回の後ろの野郎、まあ俺とテコンドーでボコボコにしてやったんだけど、後ろの野郎とな戦ってる時に、テコンドーが窓巻きを打ってて、これが据え置きだかリセットだかみたいなの俺に聞いてきて、わかんねえと、ね、そうわかんねえっつったら、あいつ俺にラリアットかましてきたんだけど、腕思いっきり引っ張ってな、ハンドつけてラリアット俺にかましてきたんだけど、それでな、俺まあまあマジで首やったんだよ、ね、収録の、あと10日間、整体通ったんだよな。そういう戦いなんだよ、俺たちのやってる世界っていうのは。第一停止雷からの雷は続かないけど、奇数頭の奇数決転敗、ちょっとモード上がったかな。473
おお、どうした。赤7フェイク。ただまあモードは間違いなくいいでしょう、いいでしょう。当たるってことも全然あるんでね。おい、お前外れたらやめろよ。やめる気持ち、当たるんだからこんなもん絶対よ。見とけよ、見とけよ。おい、終わんねえよこんなんじゃ、絶対当たるから見とけよ。やめろ。お前やめるわけねえだろこんなところで。お前、お前自分が言ったこと負けんのかよこれ。ブラックホールなんかお前関係ねえよ。お前、お前どこなんだよ。お前そっちはよ、どうなよ、話変えてんじゃねえよお前。お前そっち単発で悪かったもん。俺どうなってんだろ。お前関係ねえよブラックホールなんか。お前、お前10分前なんつった。10分覚えてねえよお前。そんなもん、お前目が泳いでんだよ覆面越しに。なあ、おい、そっ関係ねえだろお前。見てくんじゃねえよお前。お前まだ緊張してんのか。してねえよお前。いい加減になれよ。お前な、そういうな、俺にな圧力かけるような絡みはお前ダメだよお前。やめろお前。もっとな、もっと先輩のやつら優しく絡んでこい。やめよ、やなやつだよあいつ。いや枚数が良かった。225倍で終わりです。ただまあその GG 中のねモードがちょっと悪くなさそうだったんで、まあ、それを含めた上で連チャンに期待したいところではありますけど、よいしょ。あー弱いね。残念ながらとりあえず G ゾーンは抜けた。 4,5,6 偶数順目でとりあえず通常にはいそうですね。なくはないと思うけどな、ここで。死にな。はいはい。あーリップ3、リップ4してないのにゼロ煽りです。激アツ。来てるよ。よいしょ、開いた。18ゲーム OK。 さあここ、ここちょっと金色に期待したいとこですね。せーの、よいしょ、バーション。まあまあ、とりあえずこれで2連目です。うん、来た、おい、来たぞ、おい、おい、やったぞ、おい、この野郎、イラスコールな、おい。ようやく10ゲーム、投資が950枚。その負けだに。よいしょい。さあ来た、さあ来た。おぉ、ほら見とけ。こんなもん絶対当たんねえ。だが当たるわけねえだろこんなもん。まだ6ゲーム。そこでアカウント開設を記念してプレゼントキャンペーンを実施中。なんと抽選で300名様に1000円分の LINE プリペイドカードをプレゼント。LINE アットでは私たち JB アイドルのお宝写真や僕たちのコラムを配信してますので、皆さん友達登録してキャンペーンに応募してね。